共和歴2年の公安委員会公安委員会は革命期のフランス2793年4月7日から1795年11月4日まで存在した統治機構で途中1794年7月27日までは事実上の革命政府。会議場はジュイルリー宮殿に隣接するフロール館であった。自由の確立のためには 暴力が必要であるとして自由の先生のために作られ、元は祖国の危機から脱するための臨時的な独裁機構であったが、次第に国民公開の最も重要な機関となり、恐怖政治を運営して革命を推進した。初期にはダントンが続いてロベスピエールが主導したが、テルミドール9日のクーデターの後は経外化した。ダントン逮捕の命令書、公安委員6名と、 法案委員8名の署名が判別できるが、このように一定数の署名を必要とした1794年3月30日付、公共の安全とは、個々の安全よりも常に優先される人民全体に関わるすべてを休んずることを意味したため、人民主権の名のもとに行使に制限はなく、あらゆる行為は正当化できた。この観念が人民の独裁の基盤であった。 歴史学者、町エによれば、フランス革命に成立した革命制度のほとんどが、全機関において絶えず独裁であったが、公安委員会はその最たるもので、対外戦争と内戦による危機に迅速に対応するために独裁機構として整備されていった常任委員会の一つである。これは、国民公会内の機関で、公会議員で構成され、定期的な公会への報告義務があった。 大臣は別にいたが、事実上の政府であったため、その成立からテルミドール9日のクーデターまでの期間を公安委員会政府と呼ぶ。審議は常に非公開とされ、非常に閉鎖的な組織であった。執行権の対象はすべてのことに及び、緊急時には臨時立法や長方期的な行政命令を行使できたが、警察権や、 司法権を持たず、財政にも関与できないなど、報告義務以外にもいくつか制限があり、命令書が発行するには少なくとも公安委員の3分の2以上が参加する行政会議で委員の過半数の署名が必要だった。このために、公安委員会は国を支配する委員会独裁ではあったが、よく言われるようなロベスピエールの個人独裁というのは間違いで、 独裁の実態は少人数の合議制であった。各分野は複数の部門、部局、後には内部の各執行委員会に細分化されており、公安委員には各々に管轄が決められていて、委員会内の権力は分割されて一人に権限が集中することはなかった。公安委員会全体としては、実際的には通常の国家での内閣の性格を持っていた。また、 公安委員会は、外党の襲撃から身を守るほどの武力も持たなかった。初期の革命の担い手であった能動的市民は、続々と義勇兵などで出征して、首都パリには、不在で、国民衛兵隊は、自治市会の直接の指揮下にあり、その48地区は、支持党派によって態度が異なった。三キロット部民兵に日当を払って、制度化しようとした革命軍も、 主に極左勢力に支配されており、公安委員会直属の暴力装置はほぼ存在しなかった。サンジュストがまさしく指摘したように、現実にはロベスピエールは、軍隊も財政も行政当局も掌握していなかったのであり、そもそも制度上、独裁者が君臨する余地はなかったのである。公安委員会の主な使命は5つあり、第一に、地方で、 絶対的かつ無制限の権限を与えられていた派遣議員の観察。第2に国政を預かる大臣や戦争を指揮する将軍らを統括して公開と橋渡しする連絡調整。第3に各地から寄せられる陳情や請願への対応とその他の行政処置。第4に緊急時に防衛上の諸手段を講じること。第5に外交活動であった。 同様に誤解されることが多いが、反革命容疑者などの逮捕は、基本的には管轄外で、議員や大臣、将軍、司令官の任免権などは、持つが、一般市民の裁判は全く感知せず、政策与奪の権利を振るっていたわけではない。公安委員会は、恐怖政治の実行機関の一つとなったが、恐怖政治そのものは、公安委員会から生まれたものではなく、 ましてやロベスピエールが始めたわけでもなかった。当初、戦争と内乱に抗するという防衛的意味合いと、派遣議員の監視統制というのが最大の目的であったが、次第に中央集権化された行政府という革命政治の中心としての役割が強調されるようになると、憲法も選挙も停止され、議員の多数が恐怖政治で死亡して欠員している状況で、 合法性を保つための唯一の機関として、委員会独裁は一層強化されていった。しかし少人数が強大な権力を持つようになると、ますます観察は行き届かなくなり、組織の内部での腐敗が進行した。また、公安委員会の権限強化によって、下部組織のように貶められた法安委員会は、不満を強め、これらのことが合わさって政変へとつながり、ついには、 内部崩壊するに至った。ただし政変での勝者は腐敗した側を含むものであり、その後に成立する総裁政府は、独裁への反動から、極端な文献制度を採用したが、さらにはをかけて、非民主的な体制となった。公共の安全のための独裁とは、人民の利益のための独裁と、同義なのであり、皮肉にも、公安委員会政府は実に、公民的な政府だったわけで、 独裁が民衆によって打倒されたというような解釈は根本的に間違いである。統制の放棄、自由主義経済へ復帰は市民の生活を貧窮させ、総裁政府のアッシニアの改修をめぐる政策では一部のブルジョワジーだけに不正に富を独占させた。バブーフの陰謀などはこれらに対する怒りから革命独裁への回帰を求めたものだった。1792年。 8月10日の革命によって立憲王政が停止したことからフランスには従来執行権を持っていた国王存在と内閣制度に代わる中央機関が必要となった。8月15日、このために立法議会は暫定的に議員以外から6人を選任して大臣とし彼らで構成される臨時行政会議を設置した。 新たに招集された国民公会も同様の決定を行い、数ヶ月間暫定的な行政府として機能した。国王存在が憲法上保持していた執行権は革命独裁を宣言した国民公会が持つことになったが、公会は議会であるため、ことが起こるたびに蓄次議論して決定していては、緊急時の対応は難しいという欠点があった。 1792年末、ベルギー征服によって隣接するイギリスとの外交関係が悪化して改戦が不可避となると、その対策として翌年に1月1日に総防衛委員会が提起され、創設された。これは、軍事関係の諸委員会から3名ずつ委員を出して、構成されるもので、拡大人と公会との連絡を密にする、臨時行政会議を拡大したような組織であった。 しかし、委員のほとんどはジロンド派で占められ、彼らが敵対する、山岳派との同派争いや討論に時間を、費やすばかりで、具体的な活動ができなかったことから、3月、同盟軍の構成があると戦争指導の失敗に、対して非難が集中した。これを受けて、同委員、バレエルの提案で、より強力な委員会へと改編されることになり、3月23日、25名に、 増員され、防衛に必要なあらゆる法律と手段の準備を任務とした後の公安委員会の原型となるものが誕生する。新しくなった委員会は、やはり国防委員会という名称であったが、対立する各派閥が共に集う大連立政権となった。ところが、この大助隊が逆にあとなり、公開の討議であったために議論百出して、論争の場と化すばかりで何も決まらず、 再び機能不全に陥った。4月2日、デュムーリエ将軍の裏切りが明らかになり、戦争大臣、国防委員2名と派遣議員も捕虜になって、前線が大混乱した。同時に、国内でもバンデの反乱が激化していたため、無力な国防委員会への批判は頂点に達した。3日、委員であったロベスピエールが脱退を示唆するに至り、同じく委員、イスナールによって、 解体都心委員会の設立の同義が出されて、可決された。その後、協議があり、バレールとコンドルセによって修正された、法案が1793年4月6日に再提出され、法案委員会として成立した。初期に、中心的役割を担った大館社ジョルジュ・ダントン第一期とされるのは、1793年4月7日から7月10日までの期間で、 公安委員は定数9名で構成された。委員の顔ぶれは得票数順で以下の通りである。半分は国防委員の再選となったが、全員が国王裁判では死刑投票をした議員で、ジロンド派はいないが、7名は平原派、山岳派右派が2名という中道右派的な人選となった。実際的にはダントンが指導する事実上の彼の責任内閣であった。 タメダントン委員会という別名でも呼ばれる。公安委員会は前述のように非公開とされ、緊急時には立法権の一部を持つが、逮捕権などはまだ持たなかった。最初の会合で会議は朝晩の2回開かれ、事務局は3部で構成されるとされた。またこの時に1ヶ月ごとに委員会を改選することも決められたが、特に問題なければ再選。 または改選の延期が決議されていたために実際には具体的な任期はなかった。権力が数とに集中することを避けるために委員会には議長が置かれない代わりに各委員の職務領域が割り当てられた。財政が関門、食料や通信連絡がランデ、内務などがキュイトン、デルマとドラクロアは陸軍、トレヤールとピレアールが海軍、バレルとダントンは 派遣議員の人選と観察である。各大臣の役割は低下して、より行政官僚に近くなった。公安委員は担当分野の大臣を従属させ、臨時行政会議を支配し、内外の政務の処理に当たった。しかし、公安委員会は、まだ諸委員会を統制する優越した組織ではなく、対等に位置づけられていた。こうして誕生した担当委員会であったが、 なかなか成果を上げられなかった。ダントン本人がデュブーリエとの交友関係から権威をかけられたほか、バレールと共に進めた和平交渉も暗証に乗り上げ、食料、財政問題も適切な対応ができず、ジロンド派との和解も決裂した。国民公会で多数派であったジロンド派は5月18日、12人委員会を立ち上げて、 公安委員会と法案委員会の上位に位置する治安の最高機関とし、反時論団のすべての陰謀を鎮圧しようと構成を強めたため、新たな収賄疑惑,惑まで持ち上がって急していたダントンは、意に反して左派に協力しなければならなかった。1793年5月31日から6月2日のジロンド派の追放にしぶしぶながら手を貸したダントンだが、事件後はジロンド派に、 再び妥協的態度をとって、マンにも、議員の逃亡を許し、やはり左派からは激しく非難された。国民公会で、山岳派の支配が始まると、必要な権力の樹立を目指して、公安委員会の改祖が図られることになった。まず先立つ5月30日、新しい憲法の起草のためと称してエロードセシエル、クートン、サンジュスト、マテュー、ラメルの5名を新たに加えて、 一時的に14人体制とされた。6月5日、プレアールに変えて、ベルリエが、さらに6月12日には、トレイアール・トランデに変えて、ガスパランとサンタンドレが、公安委員に加わった。翌日の会合で割り当ても変更され、カンボン、ベルリエ、サンジュスト、クートンが、一般連絡、バレール、ダントン、エロード・セシェルが、外交、ガスパラン、ドラクロワ、デルマが、 陸軍、牛イトン、サンタンドレが、海軍、ラメル、マテューが、税務、内務、司法となった。しかしこの第二次、ダントン委員会も南極を打開できなかったどころか、山岳派内部の左右両派の不和に加え、前述のように、ダントンの信用が著しく低下したことから、政権は死にたいに近い状態になった。走行している間にも選挙区はますます悪化し、国内では、 親ジロンド派とされる西部、または南部の地方圏で連邦主義者の反乱が新たに起こって革命フランスは最大の危機に陥った。また、パリなどでは食料を不足と物価高が深刻化しており、陶器や買い占めの禁止を主張する極左派の突き上げに対しても、ダントン派は経済統制を決して容認せず、各方面の不満が公安委員会に集中した。 マラーなどは委員会は公共の安全委員会ならぬ公共の滅亡委員会であると抗言してはばからなかった。この機に及んでは国民公会も支持を失った公安委員会の全面的な改選を決意するに至り、ついにダントンは失脚したのであった。彼は自ら公安委員会を離れたいと伝えた。大公安委員会の中心であった。 マクシミリアン・ロベスピエール1793年7月10日に改選された新しい9名の公安委員の顔ぶれは得票数順で以下の通りである。バレール以外は全員が産学派であった。票数の減少は派遣議員となってパリにいない議員がかなりいたためと、ジロンド派追放によって136名の公会議員の資格が停止されていたからである。 法律の理由で選挙は行われなかったので決意が補充されることはなかった。第2期公安委員会も初期においては意見の不一致が顕著だった。ダントンは失脚したが、依然として保安委員会では影響力を持っていて、国民公会の議長にも就任して反発していた。しかし革命から離脱したジロンド派やブルジョワ G が応答派にさえ組みしたため、右派は 大衆の支持をもはや失いつつあり、革命勢力は階級闘争的な手法を用いた左派がますます優勢となっていった。右派の委員は多数を占めたが理由をつけて遅延させるなどの妨害をするのがやっとだった。7月13日のマラーの暗殺事件はいたずらに大衆の復讐心を煽り、左派の中でもより過激な勢力を台頭させ、同時に 大衆迎合主義の蔓延も促した。絶対的な独裁機構として制度が完成されていなかった公安委員会は左右の内部対立で混乱した。そのような情勢の中で7月24日にガスパランが辞任した。7月27日、代わりに自分の気質に反してだが、ロベスピエールがついに公安委員会に加わることになった。ロベスピエールが 公安委員会に入ることで、公会とコミューン、公会とジャコバンクラブとの間を取り持つつなぎ役となって、ようやく彼を中心軸に委員会は機能することができた。第2期となる公安委員会は1793年9月から1794年7月27日までの期間で、ロベスピエールら3巨頭を含むこの委員会を一般に大公安委員会と呼ぶ。 二期連続で留任し前期務めたのは、バレールただ一人で、もう一人の重要委員であったカンボンは、財政政策に専念させるという理由で、公安委員からは除かれ、財政委員会の専任となった。これによって、財政とは完全に切り離されることになった。7月下旬から8月上旬にかけてパリなどの都市部では、食料危機が再燃していた。 パリでは最左翼の極左勢力であるアンラジェがこれを盛んに煽って極端な社会政策を提示して三キュロットの支持を集め体制打倒を目指すような言動を始めた8月10日祭りを控え危機感を強めた公安委員会は派遣議員に近県から力属で徴用してパリに食料を送るように厳命する一方公実の機密費を利用して自治市会に大金を与え 物資の調達を命じた。これが功を奏して、民衆の飢餓の不安が沈まると、アンラジェへの指示は揺らぎ、その感激に彼らを一斉に逮捕して粛清した。これら極端に過激な意見を取り除き、左右のバランスを取ろうというのは、ロベスピエールの指導によるものだった。恐怖政治家の委員会、1797年作公安委員会の権限強化は口実するが、 8月14日、軍事と兵隊の専門家であるラザー・アルカルノとプリュール・ドラ・コートドールが、スケットとして、公安委員会に加えられた。前線で勝利して、軍事情勢を早急に改善する必要があったためで、以後、軍事に疎いたの委員を廃して、革命戦争はカルノのが、おおむね一人で指導するようになったが、これに軍務局を奪われた、サンジュストは内心では不満で、 ロベスピエールやサンタンドレ、プリュールドラ・マルヌラも、カルノーの作戦計画の詳細が説明され、討議されることを要求した。しかし軍事、戦争政策も、また、最後までロベスピエール派の手の及ばぬ分野であった。8月下旬、今度は別の極左勢力で、恐怖政治の強化を求めるエベール派の圧力が強まった。不幸なサンキロットの不満を組む極左派の要求には、 再現がなかった。エベール派はどんどん増長していき、完全な勝利まで戦争をやめない無制限戦争を主張した。彼らによって、君主国との和議を心を見る弾頭派などは、裏切り者として求断されたため、応答派と誤解されない、平和政策を議員が唱えることは困難になった。1793年の球場に鑑みると、政権を握る側の不利は、 明らかだった。8月26日、トゥーロン港にイギリス海軍が入って、応答派により、ルイ17世万歳の宣言がなされていたが、この不利なニュースを公安委員会は隠していて、9月2日に、病イコールバレに厳しく質問された。市中にもこのニュースが広まると、サンキュロットは激怒して、デモを起こした。9月5日、圧力に屈した国民公会が、 恐怖政治と処方案を採択したため、動揺した公安委員会は、翌9月6日、3名を新たに加えようとし、公開は提案者であるダントン自身にも参加要請したが、辞退された。結局、対等する左派を背景に、病イコールバレとコロデルボアの2人だけが加わった。9月20日に、治療が辞任したので12人体制となり、9月25日、代わりに、 前線から帰った派遣議員ブリーズが公安委員に指名されたが、彼ら右派が戦争指導での失態の責任は公安委員会にあると不信任動議を出したことから、ロベスピエールの月光に近い反発にあって批判を受けたために驚いたブリーズは指名を拒否し、こうして右派の委員はいなくなった。一方、この時に不信任動議を退りけただけでなく、ロベスピエールは もし政府が無制限の信任を得られず、信任するに値しない人々によって構成されるならば、祖国は没落するであろうと述べ、国民公開によって完全な信任、言い換えれば独裁権が得られることを希望したため、公安委員会は信任議決を得て、ロベスピエールがそのリーダーとして公式に認められた。以後、委員会は彼の責任内閣の性格を持つようになった。なお、 しばらく後の12月29日にエロードセシエルは逮捕されるため、さらに減って11人となるが、欠員は補充されることはなく、改選の道義もしばしば拒否されたために、このメンバーのままで、テルミドールのクーデターまで存続した。愛好安委員会が、前者のわだちを踏まないためには、より強力な権力と独裁を必要とした。それはとりも直さず確固たる政府の必要性という、 ことなのだが、8月1日に、公会議長ダントンの提案は、拒絶にあった。彼は、公安委員会を臨時政府として昇格させようと、演説し、大臣を第一書記としようと提案したとき、ロベスピエールは、大臣の職権と現在の組織を擁護して反対し、エロ・ドセ・シェルモ委員が、行政上の観察まで責任を負わされることになると、批判して、公会は、この意見を退けた。 ダントンの意見は過労じて、予算的自由を与えるための機密費の増額という点だけ採用され、従来の50万リーブルから5000万リーブルに増やされたが、罵声も浴びたダントンは面目を潰した。要するに、法的な建前を整えるよりも先に、統一的指導を確立する方を優先したわけである。保障の立つ、公安委員会庁舎入り口、1793年。 非立憲的な臨時体制、いわば革命的な体制が維持されるという方針は、8月11日、ドラクロワの1793年憲法に基づく、新しい議会のための選挙準備をする提案に対するロベスピエールの反対で、さらにはっきりした。憲法を実際に施行するかどうかは、当時、諸派で意見の分かれている問題であったが、憲法を即時発行させて、 議会を選挙で新しくするというのは、現在の山岳派支配を覆そうという意図があると判断されることが多かったので、憲法発行支持派は、ほとんど議席を持たないエベール派や、議会を追放されたジロンド派などの審派であると敵視された。よってロベスピエールは激怒して、異議を唱え、辞任すら示唆したが、そのジャコバンクラブでの演説は、 大喝采を浴びてジャコバン派全体に支持され、連盟兵の後押しもあって反対派を黙らせた。これによって、国民公会の非解散と新憲法実施の無期限停止が決定した。憲法の施行はその後も何度か提案されたが、8月28日には、平原派のバレールも平和な時に作られた憲法は、現状では力はないと実施に反対した。 連盟兵はもう一つ重要な役割を果たした。8月23日、彼らは国民総動員令を制定するように公開に合祖したのである。連盟兵の要求した大量母兵のアイデアには、ロベスピエールは反対で、足りないのは兵士ではなく将軍であり、彼らの愛国心なのだと言って、諭そうとしたが、連盟兵はコミューンに圧力をかけて、無理に、 公安委員会に採択を迫った。ダントンらの提案で、兵士を徴収するのに見合う経済的な動員も可能となるように修正を受けた同胞は、人間、食物、商品など一国家の一切の資源が政府の小中に預けることを意味し、公安委員会の役割をはなはだしく広げた。18歳から25歳までの男子は兵士に、老人や女子どもは、 生産や医療に動員できることになったほか、臨時調整や物資調発も現場の判断で可能になった。その現場の責任者である派遣議員には、恐怖政治を実践する権限が与えられたことになる。同日、エベール派は、同派が一切の影響力を持たない、諸委員会が権力を奪っているとして、大臣職の復権を要求し、新憲法の大臣選出の方法だけの実施を、 要求した。これは、人民が直接選んだ選挙人会によって、一般候補者名簿が作られ、そこから議会が大臣24名の内閣を選ぶというもので、この方法での内閣刷新を阻止するのに、ロベスピエールは苦心した。前述のように9月5日のエベール派の先導によるデモにより、当時の表現でいうところの恐怖政治が議事日程に乗ったが、 これこそ人民を目覚めさせ、自ら自分を救わしめる唯一の方法であると、連盟兵ロワイユは誇らしく言った。革命裁判所は刷新され、ようやく機能し始めた。国民公会は、恐怖政治を具体化させる法案をいくつか可決し、サンキュロット民兵は革命軍として雇用されることになり、ギロチンと共に更新して、農村に麦が蓄えられていないか、 商人宅に商品が隠されていないかを探すことになった。革命委員会の役員にも賃金が払われるようになった。これらの人々には共に極左派が多く、エベール派を満足させる決定であった。9月13日には、公安委員会以外のすべての委員会は改選されることが決まり、以後、他のべての委員会は公安委員会の監視下に置かれ、候補者のリストは、 公安委員会が提出して公会が選ぶことになった。これは、恐怖政治でより強い力を持つことになる、公安委員会から事前に断トン派を排除してしまうことを目的とし、同時に地方の人民結社、政治クラブから疑わしい役員を除くことも目指していた。公安委員会の優越権は法令で認められた、最初で公安委員会独裁の始まりとなり、 中央と地方の両方に浸透する一党、独裁的な体制ができていった。公会と連絡を密にしていた派遣議員は、今後は公安委員会に属し、公会ではなく委員会に報告義務を負うようになった。9月17日、公会は反革命容疑者法を成立させ、恐怖政治の手段を完成させた。 この時までは恐怖政治が誰を対象としているのか明らかではなかったが、同法は極めて適用範囲が広く、十分に革命的ではないとされた、誰もが容疑者となり得た。9月29日には一般最高価格法も可決され、公会も公安委員もこの法案にはあまり賛成していなかったが、統制経済の調整も公安委員会に委託された。革命政治は、 公安委員会の単一指導、要するに独裁で押し進められることになったが、見てきたように、公安委員会は、その執行を勝手に押し付けられたわけであり、イポリットカルノーによれば、切羽詰まっての独裁であったが、パンを、と怒れる人民が請求に改善を求める。こういう、切羽詰まった状況でも、ロベスピエールが、左派の突き上げを利用して、右派を抑え、右派の協力を得て、 左派の脅威をかわすという政局の綱渡りを行って、徐々に中央機構を強化していったということは特筆すべきことであった。公安委員会の中央の独裁化は、大体9月末までに完成されたが、新憲法が停止中であったため、旧憲法の条文のいくつかは生きていて、それを修正するたくさんの法令とが不完全に共存する状態だった。 いくつかの革命的立法が中央でやつぎばやに交付されたことは地方を混乱させた。また、派遣議員の何人かが階級闘争的な手法で平等主義を貫いたり、過激な反キリスト教政策を地方で無理に推し進めたので、地方の恐怖政治はすぐに大量殺戮の様相を呈するようになった。公安委員会は彼らを召喚して、権限を停止しなければならなかったが、 彼らが去って、元の当局者に権限が渡されると、今度は政策が逆行するような事態も発生し、混乱に拍車をかけた。中央集権的な状態が国全体で保てる、よう、行政機構全体が再整備される必要があった。10月4日、ビオーバーレンヌは政府に活動と生命を与えるのに必要な法令、草案を公安委員会の名で公開に提出し、 この草案は差し戻されたが、革命行政の整備に乗り出した。フランスの栄光の頂点と皮肉った1793年の風刺が見ル例作10月10日、サンジュストによって新しい草案が発表され、そこには独自の革命政府論が展開されていた。彼はまず演説して、法律と対策が取られた後も状況が改善しないのは法が、 革命的であるのにその方を遂行する人が革命的ではないからだと指摘。国家の逆境の原因を考察するに、それは命令実行の際の意思の弱さ、行政における節約の不足、国家計画の不安定さ、政府に影響を及ぼす情熱の移ろいに見出され、従って公安委員会は人民に提案するが、自由に対する最後の敵が生きている限りは、 繁栄を望むことはできないのであり、裏切り者だけではなく、無関心な者も,も罰しなくてはならないのであって、なぜなら、フランス人民が自己の意思を明らかにした後には、その意思に反するものは全て主権から外れており、主権から外れたものはすなわち敵だからであると定義した。共和国の現状においては、憲法は確立し得ないが、それは、憲法は自由に反対する陰謀を抑圧するのに、 必要な暴力を書いているからで、法の権は至るところに迅速に行き渡らなければならないのであり、政府自体が革命的に構成されなければ、革命的な法律を執行することは不可能であると主張し、政府が革命的でなければならない対象は、貴族だけでなく、商人や役人、政治家に対してもであり、多くの悪の厳選はあるものの腐敗と他のものの軽率さにあるとした。 その上で、サンジュストは14条からなる法令を提出し、公開はこれを討議することなく白紙喝裁で承認したので、そのまま革命独裁の対抗となった。第1条で、フランス臨時政府は平和が到来するまで革命的であるとされ、大臣、将軍、行政、司法のすべては公安委員会の監視下に置かれることになった。 しかし対抗はまだ細部を詰める必要があったので、11月18日にビオバレンヌが革命政府組織の方法とする草案を提出した。公開で議論されたことは、地方行政と監察官、派遣議員やその他の委員との関係の整理であった。これらは数度にわたる議論を経て、1793年12月4日、フリメール14日法として完成した。 フリメール14課法は革命政治の仮憲法といえるもので実施されない1793年憲法に代わって7月27日までフランスの政治を規定した基本法であったとみなすことができる。今までバラバラに制定されてきた初期官が中央集権組織の中で有機的に動くことを意図したもので権限や管轄が整理されていた。 革命軍や革命委員会のような組織も、公安委員会の統制下に置き直され、徐々に人を入れ替えて政府に反逆するような極左派の手から奪還された。公安委員会は、国中を監視し、人民全体の管理を任命する権限を持ち、諸委員会の人選や市町村の選挙は停止され、人民主権のために民主主義は事実上停止された。公安委員会は、 今や極大な権限を有していた。1794年3月27日、革命軍は廃止された。4月1日のカルノーの提案で、臨時行政会議と大臣制度も廃止された。これにより、明日ともに政府は公安委員会を頂点とする組織となった。その下に大臣に代わって置かれた12、執行委員会が整備されることになり、 この核執行委員会は、政委員2名、副委員1名で構成された。立法権と行政権は完全に一体化し、革命政治体制は完成した。しかしながらフリメール14日法の定義した独裁機構には一つ問題があった。治安、警察行政に関してだけは、法案委員会に強力な権限を与えていたのである。実際、 公安委員会独裁に対抗できる組織がまだ、フランスには二つあって、一つが保安委員会、もう一つは革命裁判所であった。これらは恐怖政治の実行面の主役であり、警察権と特別司法権なくして恐怖政治を行えないのであるから、権限を与えないわけにはいかなかったのである。特に保安委員会は、事実上の二党政治体制の一角というべきほどの機構で、 12月から4月までの間は、公安と保安の両委員会が革命の両輪だった。フロール艦に運ばれた負傷したロベスピエール1794年7月28日、このような状態が放置されたのは、汚職問題で尻に火がついたダントン派の面々が、後世に出て、エベール派との争いを激化させたためで、いよいよジャコバン分派の粛清が現実味を帯びたからで、ある。 この対立は一年以上も革命を停滞させていた。ラントン派は激しくエベール派の恐怖政治を攻撃して批判し、一方でエベール派もコローデルボアの助力を得て応戦して汚職を非難した。ロベスピエールはこの争いに距離を置いていたが、恐怖政治批判が公安委員会批判となることは許さなかった。デュゴミエ将軍がトゥーロンを奪還した知らせがパリに、 届いた12月23日、彼は革命政府の戦時有効性と恐怖政治の正当性を弁論した。バンデの反乱軍が決定的な敗北を起死した知らせも相次いで届くと公安委員会の立場はもはや強固なものとなり、ダントン派の恐怖政治中止の企ては完全に失敗した。しかしダントン派はそれらの勝利があるなら戦争を終えようと。 法話の金が鳴ったと、早期修正を求めた。恐怖政治は戦争の続く限り続けられるとされていたからだ。ところがこの考えには、バレールラ平原派も反対した。内戦には、メドが立ったが、まだ退仏大同盟諸国との戦争は、これからだったからである。しかし後の1794年6月26日の、フルリュス海戦の勝利の後にはこの言い訳は、通用しなくなる。 戦争はフランスの勝利で終わる降参が大きくなった。1794年の早春は再び飢金が危惧された。特にパリ近郊では革命軍が食糧調発隊と化して没収と平等分配をしたため農民はパリに作物を出荷するのを嫌って避けるようになり物資不足に拍車がかかった。エベール派はこれに勢いを得て3月頃から 神聖な放棄と呼ばれる運動を始めた。彼らは、両院会も公会も信用しなかった。しかしこの公然たる、反政府運動に対して、サンジュストがそれより前に、経済テロールの新方針たる万党座法を成立させていたので、サンキュロットが敵の極左派のもとに結集するのを阻止できた。両院会の決定により、1794年3月13日から14日に、 かけて、エベール派が逮捕された。極左の失墜の反動で右派が勢力を増さないように、ダントン派への追求も始まった。彼らの何人かは、確実に汚職に手を染めていたので、これは、簡単だった。ただ愛国者と常にかばってきた名優ダントンを手に、かけることだけがロベスピエールを躊躇させたようである。3月30日、ダントンは逮捕された。 反対派をすべて葬り去った両委員会は、本当の独裁を始めた。民主主義はなく官僚組織があるだけだった。しかしサンジュストは手を緩めなかった。曰く、革命は凍りついた。一切の原則は弱くなった。残っているものは赤膀孔をかぶった陰謀である4月16日、サンジュストは一般警察に関する法令を可決させ、 公安委員会に治安局ビューローでポリス・ゲネロルを設けた。この機関は公務員を監査して陰謀や職権乱用を摘発するためのもので直接的な権限を公安委員会に与えるものであり、逮捕命令は公安委員の一人の署名ともう一人の副署だけで効力を持った。指揮権はロベスピエール派のマルティアル。 ジョゼフ・アルマン・エルマンに握られ、多くが何らかの腐敗に関与していた、国民公会議員は内心では震え上がった。他方、治安局の存在は、警察権を持つ、保安委員会の領分を犯しないがしろにするもので、あって、両委員会の反目の火種にもなった。保安委員会は、万ー図法の施行に抵抗し、非協力的態度で実施を延期させ続けた。公安委員会は、 強大な権限を派遣議員から取り上げようともした。もはや派遣議員という代理人は必要としなかったからだ。これまでも山岳派内部の不和と腐敗は地方ではもっと顕著で様々な理由で地方に下った。派遣議員は先に来たもの後から来たものおの各のが勝手に方針を変え、強権を振るい、しばしば対立することがあった。 公安委員会はこれらの地方の混乱を収集するために彼ら双方を召喚して説明させる必要があった。派遣議員が作った特別法廷は廃止され、地方の特別裁判所もパリの革命裁判所に従属させるように4月16日に決められた。容疑者をパリに送るように指示があった。テルミドール10日の朝における品種のロベスピエールしかし、 エベール派とダントン派が粛清された後になっては、特に6月10日のプレリアール22日法の制定庫では、召喚は処刑の前段階と理解された。というのも、派遣議員の何人かはこれらの派閥に属していたからで、ある。彼らは弁明の機会なく処刑されるのではないかと恐れ、黙って殺されるよりは反撃する方を選んだ。結局のところ、共和国の敵のすべては、 共和国政府の中にいるというサンジュストの主張はある意味では正しかったが、恐怖政治は人民の順化とならなかったという点で結論は間違っていた。人々のいさかいと対立、再疑心はますます激しくなり、革命的精神に準じることよりも生存本能が勝ったのは自然の成り行きだった。公安委員会の側から見てクーデターの背景として指摘されるのは、 コローデル・ボアとビオ・バレンヌという二人のより強硬な左派との亀裂と、さらには平原派のリーダー格で影の首相とも言うべき立場であったバレールが、いわゆる凍りついた革命を見限ったことで、同じく中道的な参議院の賛同が得られなくなったことにあったと言える。分裂した公安委員会は力を行使できなくなり、権力の空白が生まれた。政治の唯一の動力たる、 国民公会に頼るしかなくなったわけであるが、少数派であるロベスピエール派は、多数の反対派が救う、国民公会で演説して、支持を得なくてはならないという苦しい立場に追いやられた。エベール派の粛清後、自治司会のほとんどの地区も、すでに官僚で占められて弱体化されていたので、凍りついたパリは冷淡だった。ロベスピエールや、サンジュストが、同じ公安委員のカルノーや、 コローデルボは、ビオバレンヌらに、独裁者との不当な抽象を受けても、彼らはひどく孤立して、どこからも支援が得られなかった。もう一人の同派の委員クートンは満足に、動けないほどすでに重病だった。1794年6月11日、ロベスピエールは反対にあって孤立した。公安委員会から一言も言わずに去った。一旦は復帰するが、7月3日以後、 彼は一度も会合に出席しなかった。同じ頃に派遣から帰還したサンジュストは同派の孤立を知り、7月26日にコローデルボアと協議をしたが、結局、物別れに終わった。ロベスピエールは影響下にあるペイヤンのコミュ運送会を動かし、アンリオの国民衛兵隊を動員して武装放棄することはできたが、そのような非合法なクーデターを、 彼は最後まで好まなかった。勝ち誇ったテルミドール派がまず最初にやったことは、革命の独裁機構を粉々に粉砕することだった。公安委員会のロベスピエール派の処刑と左派の委員の追放によって空いた6名の空席は、7月31日、タリアンを筆頭とする反動勢力によって埋められた。8月24日、今後、 公安委員会は毎月その4分の1が改選されることになり、一度公安委員となった者は1ヶ月経過しなければ再選できないということになった。また広大な権限は大幅に縮小され、外交と軍事に限定された。公安委員が軍隊に直接命令できる権限はなくなった。カルノーはしばらく留任し、後に再選もしたが委員会の役割が低下したため、 目まぐるしく変わったテルミドール後の公安委員に目星、政治家は、ほとんどいなかった。テルミドールのクーデターの翌日から停止されていた、プレディアール22日法も8月10日に廃止され、革命裁判所は解訴され、弁護は認められるようになった。自治司会も解散を命じられ、パリの姿勢は、公安委員会と保安委員会とが直接運営するようになった。 国民衛兵隊からは、貧民が排除され、ブルジョワ指定で構成される族に言う、金ピカ、青年隊に改組された。彼らは、クレロンに引きられて、白色テロを行い、1795年5月31日に、革命裁判所が廃止されるまで猛威を振るった。10月26日に始まった、総裁政府は、正式発足の2日後、11月4日に、 公安委員会を解散させた。行政は5名の総裁の1名が3ヶ月の任期で総理を務める交代制で、その下にある事務局が実務を行うことになったが、これは内閣の各省に相当する役所であった。総裁は任期5年だが、毎年1名が抽選で退任して5年間は、再選は禁止されるなど厳しい制約があり、外交権や任免権を持つが、 強権を震えないお飾りの役職だった。これら名目とは別に実質的には3名の総裁が政治を司っていたが、彼らには統治機構を制御できなかったので、政局が苦しくなると軍隊によるクーデターに頼らざる得なかった。憲法には6から8名大臣が想定されていたが、実際にはほぼ7大臣の構成で、彼らが各部門の政務に当たったが、これは 公安委員会時代とあまり変わらなかった。ただ、革命政府の時代は終わり、立法権と行政権は完全に分割され、極端と言えるほどお互いに干渉できないような構造となっていて、政府は以後は立法を行うことはもちろん提案することすらできなかった。二院制の立法府も常設委員会を持つことは禁止され、議員が集団で活動したり政党党派を組むことも、 奇跡の席外すら禁じられていた。パリの地下鉄にあるロベスピエール駅いずれの時代においても、公安委員会のような革命政府に対しては、相反する評価がなされるのが常で、つまり熱烈に称賛するか、全面的に嫌見をするかのどちらかであった。革命独裁と恐怖政治は、切り離すことができない。ルイブランは、ロベスピエールの革命独裁とエベールの 恐怖政治という具合に区別しようと試みたが、フランスは偽造は、革命政府は無法の政府であり、無政府であると厳しく断じたし、恐怖政治が革命を破滅に招いたと嘆く叙長の人、ジュール・ミシュレも独裁を嫌をした。アルフォンス・オーラールは、先制的独裁が緊急事態のやむを得ぬ、暫定的な処置だったと擁護しながらも、 彼にとっては恐怖政治の指導者たちは1789年の原理への廃墟者に過ぎなかった。これらの人にとっては個人の自由の破壊は許しがたいものだった。違法な体制への批判は彼ら以前の19世紀の自由主義者ではさらに顕著だった。革命政府を熱心に支持した歴史家の多くはそこに社会主義の方がを見た人々であった。 公安委員会政府がその必要を超えて、陽動の社会政策を推し進めて、階級闘争を始めていたことに気づいたからだ。ジャンジョレスは、フランス革命が、プロレタリアの台頭を間接的に準備した、社会革命であったという像を描こうとした。アルベール・マチエは、ロベスピエールとその役割を、もっと積極的に、再評価してレーニンと対比したことで知られるが、彼は、 公安委員会の独裁の確立は二つの理由から起こったと解説し、まずは内乱を収めて徹底的に抑圧するために国民総動員令を成立させ、次に一般最高化確保を実行可能なものにするためだったとした。彼もまたこの独裁は階級独裁であったとみなしたが、20世紀前半の歴史家にはこのような傾向が非常に強く見られた。また一方で、 公安委員会の血まみれのやっつけ仕事が実に効率的であったという独裁の評価者も少なくなく全体主義の先駆けを見る者もいた。応答派による公共の安全を夢見たシャルル・モーラスにとって公安委員会政府は統合主義のアンチテーゼだった。脅威にさらされる国土、危機にある祖国、それを強力な権力行使で奇跡的に救うという姿が フランス人の心を魅了したのだとモナ・オズーフは言ったが、そこにはロマン主義すら見出せるのであり、祖国防衛という情景は一般に左翼のフランス人にもナショナリズムの劇場を湧き起こさせた。1794年2月5日、ロベスピエールは人民の政府の原動力は平時においては徳であるが、革命時においては徳と恐怖の両方であると述べた。 すべての善良な市民に、徳の遵守を求めると同時に、徳を守らぬ国内の敵を恐怖によって制圧しなければならないと。徳なくして、恐怖は有害であり、恐怖なくして徳は無力である。公安委員会は、町への言う第三革命と第四革命の機関に存在した。公安委員会政府がブルジョアジーとサンキュロットの、激しい総国の産物化。 それともポピュリズムが生み出した脱線だったのか、あるいは全体のブロックの一部だったのかという論争は今も続くが、それが突然の中断を迫られ、唐突に逆行を始めたということは事実で、人民の政府はあれだけの流血の犠牲を払った後でも、ユートピアにたどり着くことはなかった。ありがとうございます。